ユガラね私なりにあの湯河原でフェイスブックのライブを通じて参加者さんの商品を紹介するのはなんか目玉というかね特典の中の特典だったと思うんですけどねやっぱね多くの方はアクセスが集まらなくて商品作っても売れないやっていう気持ちで商品作るモチベーションがないんじゃないかなと思うんですよ。でででもその中で無料で売れているアカウントから あなたの商品紹介しますよとしかも日々物を売っている視聴者さんが常に信頼関係を抱いてくれているその放送の中でティーアップして紹介しますっていう風な環境を与えているのに商品持ってこないっていうかねまああれはちょっと自己反省を込めて言うともっともっとね商品できましたかとかどんな商品作りましたかっていう風に参加者の方に。 ももももう前段階でっっっととと詰めてもよかったと思いますよねそこまで手取り足取りしないといけないのかなと思うとそれは残念ですけどもよしチャンスだと久保さんのアカウントだったら売ってもらえるぞみたいに思えるぐらいだったらいいんですけども何なんですかねうんだって億万長者歌手に参加する時点で講師の人が売り上げを作っていることは認識してるはずなんですよ売り上げを作るってことは商品があって集客をしてセールスに成功しているってことを やっぱり認めてるはずなんですよねそこにおんぶに抱っこに乗っかろうとするぐらいの気持ちを持っていただければねうんいや私だってね自分よりも影響力のある人が紹介しますよって言ったら小躍りして喜びますよね。与沢さんがね僕のアカウントから久保さんの商品紹介しますよって言ったらあこれは売れるなぁと思いますよね100件200件ぐらい売れるだろうなぁとじゃあ商品単価30万50万100万って3つぐらい用意しておこうかなってすぐに思うんですけどね。 ならしいと言えばもっともっと合宿に参加する意味を伝えきれてなかったかなと300本以上の動画の中でもう参加すりゃいいやっていう風にさせてしまったのかなという風に、まあ、考えすぎかもしれませんけどね、まあ、でも次に同じようなことをやる際は、うん、やっぱそこまで商品持ってこなかったら参加しなくてもいいですよと、うん、そうした方が良かったのかな。単なる旅行に 来るっっってていう名目になっちゃってましたね、あれはね。まあ、主催する側としては別にそれでもいいんですけどもただやっぱり億万長者合宿はもっともっと権威をつけるためには億万長者合宿に参加した人が実際にバンバン稼ぐっていうところをねかの人にも見したいなってところがありましたよね。うん、ただし億万長者合宿に参加しなかったからといって稼げた人がいるかっていうと多分もっともっと稼げないんでしょうねきっとね。何をやってんだと思いますけども。まあ得点 もっと得点の得点たるゆえんを伝えていきたいなと思ったところでございます。それじゃ